クルーガーランド金貨とは、南アフリカ共和国造兵局発行の地金型金貨である。クルーガーランド金貨、表面クルーガーランド金貨、裏面この金貨は1892年から1900年にかけて発行されていた1ポンド金貨を模したものである。正確に1トロイオンスの金を含む、質量は1.0909トロイオンス。これは、純度が十二金であるからで、 金約91.67%に同約8.33%を含む。表面には南アフリカに位置したトランスバール共和国の元大統領、ポール・クリューガーの肖像が裏面にはアンテロープの一種スプリングボックが描かれている。製造枚数は約5000万枚。1967年7月3日に1、トロイオンスのものがはじめいされ、1980年に 1,2,1,4,1,10トロイオンスの3種がはじめいされた。地金型金貨の行使であり、1980年代には日本でもブームを巻き起こしたが、その後、アパルトヘイトへの抗議として日本を含む世界各国で輸入が自粛された。南アフリカに黒人政権が樹立して以降は限定品としてのみ、わずかに販売されている。ありがとうございます。